西田さん熱いいメッセージありがとうございま,す、はい、まあちょっとねメールはすごく長いのであの割愛させていただくんですけれども、まあ、あのまあ本当にまに、あ、僕とやっぱ西田さんの、まあ、環境が違うっていうのはまあ一理あって、まあ、西田さんのおっしゃる通りだと思います。やっぱタクシーの仕事をやっていてで年齢のまあ体の部分僕もこの前ですね、まあ まあ、お前若造かって言われるかもしれないんですけどやっぱ20代の時とやっぱ34になった時に、まあ、先月僕は風邪ひいたんですけど3週間風邪治らなかったんですね3週間もう僕は人生で初めてです3週間風邪が治らなかったって大体20代の時って1日寝れば風邪なんで治ったんですけど先月本当にグロッキーで3週間ぐらいずっと治んなくてもう薬漬けみたいな感じで。 あのお客ささんんにも吉田病院行った方がいいんじゃないですかみたいに言われて、まあ、風ごときで病院行くのも何だと思ったんですけどまあ病院行こうかなとさすがに病院行こうかなと思った時に治ってまあ、今ピンピンしてるんですけど、まあ、34歳で3週だから僕が50になったらやばいなっていうのは感じるんですけどやっぱ本当にですねあ年取るとやっぱ体力的な部分だったりとかやっぱ本当に。 きついですよね、まあ、それは本当に僕34歳の若造が言うのも何なんですけど申し訳ないんですけどあの僕自身も34っていう年齢になって本当に体力落ちたなとで先月身に染みて感じました風邪が3週間治らないっていうのは人生で初めてだったんで、うん、で本当にあの今タクシーの仕事をされてるということでまあそっちの仕事は本当に大変だと思いますうん。 まあ僕はタクシーの仕事をしたことがないので、まあ、想像でしかないんですけれどもあの時間も不規則だし夜遅くまでやらないといけないし、まあ、あとノルマだからもうねそれで体調管理するっていうまあ僕はあの不規則な生活をしてるんですけど、まあ、自由にやってるので起きたい寝たい時に寝て 起起きききたいとに起きるみたいな感じで今やってるんで、まあ、全然大丈夫なんですけど、まああのね、タクシーだったらあの出社時間もあると思いますし、うん、その合間でネットビジネスやるっていうのが、まあ、まあ大変だと思います、はい、ただまあ西田さんが言う通りやっぱやめなかったっていうのがまあ本当にまに大きいくくりで言うとやめなかったっていうのはやっぱ多分まあ西田さんと僕が出会ったのも結局西田さんが。 辞めなかったから僕に出会ったと思うんですね多分辞めてたらあの僕に出会うことはまず絶対なかったと思いますので、まあ、このご縁っていうのは西田さんがこの本当に辞めなかった10年いろんな教材買ってきてそれでもまあネットビジネスに可能性を感じて続けてきた諦めなかったっていうのがまあ僕のにこうつながってきたのかなと。西田さん自身が多分これは 自分で人生をこう変えるきっかけをこう自分自身でやっぱ作ったのかなとで僕自身も西田さんにお会いしてまあな何,何度もお会いしていますからあのまあそこでお話しさせていただいて、まあ、何かその西田さんが人生が変わるきっかけになれたらなとは思ってますんで。まあ、塾の方でもあの いろいろとですねあのノウハウはお話ししますけど、まあ、ここのメールでその誕生日記念の商品の映像を全部見てるということでありがとうございます。はいでなんかあの10年こうノウハウコレクター10年ですが知識的に知らないことばかりで驚きの連続でしたということでありがとうございます。10逆に言うと あの僕からちょっと嬉しかったのがノウハウコレクター10年の人から褒められるっていうのはなかなかこれすげえノウハウ知識がこう詰められてたのかなってまあ僕の中では、まあ、あの普通なんですけどやっぱり僕はその現場でずっとやってきましたのでうん、まあ、その知識というよりか、まあ、経験ですよねうんだから今セミナーとかを即興で全部お話しできるのもやっぱ本当にガチで。 やってきてあとまあ文章をずっと書いてきたっていうのもあるんですけどあの、まあ、文章を書いてきたからまあそれを今表に出,出,出たのでまあ言葉にして話してるだけなんですけどうんまあ僕が自信を持って言えるのは本当にガチで10年 <laughs> やってきたと。まあ西田さんもいろんな教材買われてるのは分かってると思うんですけど正直今出てる人たちって。 僕ほどあんまり経験はなないかなと僕会社に泊まり込みして缶詰でずっとやってたんで缶詰とかね <laughs> やってたんでそういうねしかも10年後も結局まあ激務でスタッフも結構やめてったりとかして結局売り上げ作るの僕しかいなくて僕が一人でまああのマンパワーで頑張ってたんですけどずっとずっと頑張ってたんですけど <laughs> うん。 まあそんな感じであのやってましたので、まあ、お伝えできることは本本物物でですすお伝えできます、うん、これやれば絶対間違いないっていうのはお伝えできますあとは本当にやるかやらないかですからただまあタクシーを運転してるとどうしてもですね時間がないと思いますので、まあ、体が資本ですから無理してでも無理すると、まあ、ガタ来てまたあの体調不良になったらまたどうしようもなんないですし。 ただまあここでまあ西田さんが言ってたその音楽ですよね是非やっていただきたいかなと、まあ、ネットビジネスうんうんというよりはやっぱ自分の好きなことですよね僕自身もまあいろいろ10年間こう経験してきて今思うことが本当に自分の好きなことだけをやって生きていきたいなっていうだってもう一生に一度きりじゃないですかまあお金それ生きていく上でお金大事なんですけど 本当に好きなことですよね自分がこれやりたいっていうところを突き詰めてやっていきたいなと。うん、でそれを成し遂げるためにやっぱスキルはスキルとかそういうのは必要なわけですよ。で僕はありがたいことに10年も、まあ、あの寝袋とかね会社に泊まり込みしてガーッてやってた分今自分でいろいろとできるっていうスキルを手に入れたので好きなことをやりながらお金を稼ぐっていうことはできるんですけど。 今後その西田さんもまあこれからちょっと大変だとは思いますけどその音楽をやりたいのであるならばまあもちろん音楽だけだと飯食っていけないと思いますので、うん、だから好きなこともやりつつあのそれをお金に変えていくっていう、うんまあ、それはいくらでもありますからねまあ西田さんがどういう音楽をやられてるのかちょっとわからないんですけど音楽っていうとまた幅広いんで。うん まあ音楽を使ってお金を稼ぐ方法もありますからうんはいですねであとはまあ吉谷さんのおかげでネットビジネス今度こそう,うまくいきそうなので頑張りますから見守っていてくださいとはい大丈夫ですはいまあ見守るというか僕は見守るしかできないですからねあのいくらノウハウとかその教えることはいくらでもできるんですけどやるやらないを決めるのは そのの人自身ななでで見守るしかないんですよただこの前の動画でちょっと強めにいったのがまあちょっと悲しかったかなっていうところです正直な話、まあ、やること決めて、まあ、動画撮ってなかったのでマジですかまああの秋葉の待ち合いの時でもまあマジですかみたいな感じになったと思うんですけど、まあ、それがちょっとねあの僕の中でちょっと切なかったなっていうところですただそれだけなんですけど ま今回熱いメッセージありがとうございます。まあ、西田さんのおっしゃる通り、あの諦めなかったっていうのがまあ本当にもう極論だと思います。今後もやっぱ諦めず、今度はそのネットビジネスを諦めるというか、もう諦めずやってますから、今度はやるという僕のあの誕生日記念の映像を全部見ていただいているということなんですけど、まあそれを見て、これはすげえと思っていただいたとは思いますので。 じゃあそれでじゃあ自分ができ何ができるのかっていうところで今度は前に、うん、前に、えー、どんどん進んでいただきたいなというところです、はいまあ、僕もですね引き続きガンガンこうやってきますんで、えー、よろしくお願いいたします、はい、今回熱いメッセージありがとうございましたまたよろしくお願いします